RGD-33 手榴ゅう弾は1933年にソ連で開発された手榴弾である。第一次世界大戦でロシア軍が使用していた M1914 手榴弾の後継手榴弾である。RGD-33 の RGD とはルチノアグラナータデグチャレフのことで DP-28 系機関銃の開発で有名なデグチャレフが設計した。 手榴弾である。形状は、ドイツ軍で使用された M24 型柄付け手榴弾に似ているが、全金属製で独自の構造を持つ。円筒形の作薬部に金属製の柄が付属し、柄は撃発機構を兼ねている。作薬部に被せる着脱式スリーブの表面には、爆発後、破片が均等に広がるように、細い溝が掘られている。 安全措置として、新刊は、工場出荷時には取り付けられていなかった。支給された RDG-33 を使用可能状態とするには、まず柄の安全レバーを左へずらし、白い安全表示が見えるようにする。作薬部と柄をそれぞれ手で持って、柄を引き出し、柄を時計回り方向へひねり、再度押し込むと赤い危険表示が見えるようになり、激発機構が、 作動可能になったことを示す。安全レバーを右へずらすと危険表示が隠れ、同時に柄が固定されて撃破できないようになる。この状態で作薬部と頭頂部の蓋を開けて、新幹を挿入し、蓋を閉じれば使用準備が整う。新幹を取り付けた RDG-33 の柄を持ち、安全レバーを左へずらして赤い危険表示を出しておき、 振りかぶった手榴弾を手首のスナップを効かせて投げつけると手から離れた直後に内蔵されたストライカーピンが作動して雷管を叩き延期薬に点火する。この際、投敵の動作を素早く一挙に行わないと撃発機構が働かない恐れがある。作薬には 80g の TNT 火薬を使用して有効殺傷範囲は10から15メートルとされる。 防御型手榴弾に分類され、発火後の遅延時間は約3から4秒。全体重量は7 7 1ムで、これは他国の手榴弾と比較して若干重いが、体格の良いソビエト兵は約35から40メートルまでの投敵が可能であった。RGD-33 手榴弾は第二次世界大戦中期から使用され、 内部構造を単純化させた光景の RG-42 が登場するまで主にソビエト連邦軍で使用された。その後のベトナム戦争でも RGD-33 手榴弾は海一手榴弾と同様に南ベトナム海放民族戦線によって使用されている。ありがとうございます。